ちゃんくん。仲いいね。おはよう。でも実はちょっと前に確認しました。少しだけね。喧嘩の後の仲直りですか。ちょっと前でね。ちゃんくん。今は優しいお兄ちゃんになってるね。眠いか。それは暖かくてね、眠いの。ちゃんくん、もう今5時です。夕方のね、これから夜になるわけですが、大晦日だといっても変わらず朝起きてご飯食べてちょっとしたらすぐ夜になっちゃうのね。なんか最近おかしくない？なんかさ、夜ばっかり来ない？会って気がついたらもうじゃあ寝なきゃになるよ。ちゃんくん、なんかこう変わったことしないとね、おみそかだしね。ないか。ちゃんくんは特にないか。ポンちゃんも同じやね。そして明日になると正月になって、正月も多分一緒だね。あ、お雑煮食べるけどね、人間はね。君たちは変わらないね。変わらない毎日が積み重なっていくね。はい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 、わかりました。これですね。では、はいはい、どうぞ。はい、どうぞ。ここで寝ますか。さあ、まあ大晦日はですね、昼間に歌の配信をやりました。うちの場合はね、まあ普通と違うといえば勝手に歌って配信するということをやっております。毎日、猫カフェと称する、猫の関連の配信もやっています。そしてハッと気がつくと夕方になって夜になって寝ますということでした。あ、これ動画の編集しなきゃ、やらないとね。